まだ朝だぞ。だって楽しみなんだもん。早く弾きたいよ、ギター。ああ、もうわかったわかったっつーの。近い近い。ちょい待ち。え、どこまで一緒に来てんの？ここは私の教室、霞はあっち。ああ、あ、じゃないっての。わかったらさっさと行けよ。じゃあアリサ、また後で。練習頑張ろうね。だから練習は放課後だろって。ああ、聞いちゃいね。ったく、あいつの頭の中はバンドのことばっかりかよ。あれ、でも確かあいつ、間に合った。サーヤ、リミリン、おたえ、おはよう。おはよう。ギリギリだね、カスミ。夜更かししてたら寝坊しちゃって。そうなんだ、よかった。カスミちゃん、ちゃんと勉強してきたんだね。してないよ。え、ギター練習してたんだよ。え、いや、だって放課後再テスト、数学。誰が？かすみちゃん。え？はあ、忘れてた。今頃あいつ再テスト受けてんだろうな。かすみちゃん、テスト大丈夫かな。先生、合格点取るまで返さないって言ってたし。言ってたね。かすみ、今日中に帰れればいいけど。明日学校行ったらまだテストやってたりしてな。学校に泊まり、ちょっと楽しそうかも。テストしなくてもいいならね。で、どうする？かすみいつ来るかわかんないし、始めちゃう？うん、そうだな。昼休みアリサに教えてもらったんです。早く練習したくって。はーい。うん、バンドバンドしてるんです。私たちポッピンパーティー。してない。あ、来た。かすみちゃん、お疲れ様。早かったね。よかった。うん、だけどみんなどうしたの？練習は？きっとすぐ来るだろうから、かすみを待ってよってアリサがね。え、ほんとすぐ来たね。アリサの言った通り。当たり前だろ、私が教えたんだから。そうでなきゃ困るっての。